腰痛について、私筋肉担当と五十嵐先生が骨格担当という形で、進めていきたいと思いますが、はい、まずはこの左右の筋肉の盛り上がりの状態を確認しますね、はい、手のひらを使って指に脊柱を挟む感じです。そしてそのまま脊柱をたどっていきます。スーッと。この時流れが妙に曲がっていないか、どこか出っ張っているところはないかというのを見てみます。今度は椎間板ヘルニアの検査法になります、はいはい、椎間板ヘルニアの場合はこのように患者さんお客さんに座っていただいた状態ですね。この時に大事なのがベッドの端までしっかりこの膝をぴったりくっつけるように、この膝の裏はベッドの縁に沿うようにして座っていただきます。ここまで上がるけどどこかに痛みがあるというケースには、腰が悪いという判断をしていきます、はい、腕の力で押し込むのではなく体全体を使って体重を利用した後方への圧の矯正を加えてください。